ツの裾も出ていないな。あれからもう何年も経った。久しぶりに二人会って飯を食って笑い合って、世間話昔話あっという間に時間が経って、俺もお前も年を取って中途半端に言えなくなって、言いたいこと言えないこと飲み込んでバランス取って、こんな風に気軽に飲んでバカを言って語り合って、だけど何か俺に何か話したいことってなんだ。もういい傾向か、時間は気にするな、完成は40年後。もう俺たち生きてないし、できたところで走れないが、明日のために汗をかいてこの街を作ってるんだ。それでいいんだ、それがいいんだ、表彰状などなくていいんだ。こんな俺たちに何ができるのか、出せよ。